いらっしゃいましたね。その足音あなた様は今機嫌がいいのではないですか。ああ、こんばんは。今いくつもの足を越えて選手にいらした方々は悩み事を抱えて落ち込んでいるか、疲れ果てていることが多いのですが、女のキャラクター、何のキャラクターか分かんないけど、あなた様の足取りはしっかりとしていて活力に満ち溢れています。さすがは七種人ですね。当時なんか本題に戻りましょう。聞いてて第二天井だったみたいで、あなた様が入手された龍盤公約を分析してみました。始めたばっかりだったから、とりあえずの結論が出ましたので、これを新作譜まで届けていただけませんか。結論、結果から言いますと、龍盤公約に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の範囲、つまり当面の間は解毒剤は現れないでしょう。詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。こちらが龍盤公約の薬理に関する考察です。作市長様がお急ぎのようであれば、あなた様から渡していただけますでしょうか。読みがいいのは、あのなんか宇宙なんとかの時に、あの雑キャラをこのなんかこのパーツが今ついてるところを押すと一気に倒せるっていう、こういうキャラカットできるっていう、ちょうど僕はあの始めたばっかりで結構いっぱい弾けたから、第二天井ぐらいになって、あ、これもしかしたら計算上あの弾けるんじゃないと思って弾いて、駒ごましたのやらないとダメみたい。満を持して70になったけど、読みとやらがあってなんか進まないと取れないあの奇跡のところがあのできない。エラとブローニャはあの奇跡もマックスにしたけど、モス戦満を持して、で異物はちょっと中途半端だけど、まあストーリーだな、いけると踏んだけど、なんか見てみたらこのコマゴマしたのやらないと消えるらしいから、これコマゴマしたのやらないと、さっきのなんとかなんとかと、これをやらないと消えるらしい、進むとこれやれなくなるらしいから、やっとく、やっとけばよく、マゴにしてようやく70にしたから、読まないとそもそも奇跡が取れる。今は忙しくて宇宙なんとか全然できてないけど、やるときに便利です。あの雑魚的カットできるんです。今はこの武器とかレベルとか奇跡の方のレベルとかを上げてました。どのようなご用件で新作譜へ。いらっしゃい。何か相談したいことでもあるの？こんなに早く結果が出たの？あの端子たち本当に優秀なんだね。端子？ちょっと待って、どうして探偵士の端子長が出張なんかしてるの？彼女は目が見えなくていろいろと大変だから、探偵士の同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに。彼女が力を貸してくれたからこんなに早く薬理の分析が終わったんだね。早速報告書を見させて。解毒剤がない。
ち、あいつら一体どこでこんなに難しい丹砲を手に入れたの？頭が痛くなってきた。でもこれも一つの手がかりになる。ありがとう。このお礼を受け取って。あれは新作譜からのお礼で、これは私個人からのお礼。ラフの選手のためにいろいろと手伝ってもらったからには作詞長としてお礼をするのは当然のことだもの。あれだ、でもよかった。え、終わり？これとかも本当はやっとかないと、無償のチケットとかももらえたりするし、なんかまだわかんないけど、なんか素材とかももらえてるからね。まだ完璧にまだ上まで行ってないから、その素材って何の意味があるのかわかんないんだけど、やってたもんね。いけない。来てくださったんですね、ありがとうございます。1年分のやつを一気にやってるやつだから。今回長楽天に滞在しているのは同胞の診察や薬の処方をするためでしたが、新作府からの処方箋の分析依頼を引き受けることになり、少し時間を取られてしまいました。薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、すみませんが、私の代わりに届けていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。もしあの子が何か困っているようでしたら、お戻りの際に教えてください。薬はこちらに。届け先は遊家庭の近くなので、そこまで行けばあの子を見つけることができるでしょう。あんましたのや、合成すればない素材作れるけど時間かかるんじゃない。このままチョコレートで2倍かかるんですよ。ない時の苦肉の策なんだよ。敵で関わる素材、ん、どこ、あの子は、あの子は、あの女性の人よりも若い、この子とか若い女の子とか男の子。丹数に頼まれた届け先はあの子か。彼女がここに来たのは同じ盲目の子供に薬を届けるためだったのか。おーい、屋上に登ってみろや。登ったら最後降りられないだろうけどな。ドドドドって転がり落ちるぞ。あいつ降りられないぜ絶対に降りられない。おい、そこの種族の民、何見てんだ。見ていいって誰が言った。実際の世界もこんなことがあるんだろうね。いじめとか問題とか、何にしようしよう、子供あれ。お前に関係ないだろ。お前あいつの親戚か。違うだろ笑わせるぜ。俺らラフ三強相手に正義を振りかざそうなんてな。この種族の民バカだな。俺らラフ三強のことも知らないのか。ラフ三強ってのはつまり、めちゃくちゃ強い俺ら三人のことだ。貴公子の札も俺らにはお手上げだぜ。呼べるもんなら呼んでみろ。どうせただの脅しだろ。もし捕まったとしてもちょっと怒られるくらいで出られるだろうし。ゴムだからね。親分やめておこう。札は怖くないけど、親分の親父に知られたら尻叩きの刑だぜ。知らないんだよね、多分子供は。このバカ、その話はやめろ。でもお前の言うことにも一理ある。この短命詞は見逃してやろう。
聞いたか、親分が見逃してやるってよ。ほらさっさと行け。親分はお前を逃がしてやるって言ってんだ。絶対に親父に尻を叩かれるのが怖いからじゃない。分かったか。バカ、その話はやめろって。お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。うん、大丈夫。私が悪いの。勝手に外に出たから絡まれちゃった。あの子たち、私の目が見えないからっていつもからかってきて、足をかけてきたり、私のものを盗んだりするの。お兄ちゃんが来てくれなかったらきっとやられっぱなしだったと思う。あ、タンスー様に頼まれてきたんだ。最近はいろいろ大変なことがあったみたいだし、きっとタンスー様も忙しいよね。お兄ちゃん、ありがとう。タンスー様にもお礼を伝えてもらえると嬉しいな。一人で行動してる、寂しそうだな。まあ俺が気にしても仕方ないか。薬は届けたから、タンスーに報告しよう。届けていただけましたか。あの子は子供の頃の私を思い出させる。私もあの子と同じように暗闇の中を模索しながら、いつ来るかもわからない障害や人々の自覚のない悪意と向き合わなければなりませんでした。いじめられたり怪我をしたりすると、探偵師のお医者さんに泣きながら治してとせがんでその繰り返しでしたが、気づけば私自身も同じ道のりを歩んでいました。あの子を守ってくださってありがとうございました。それでそのもう一つお願いをしてもよろしいでしょうか。あの子に会いに行きたいので、道を案内していただけませんか。あの子が一人ぼっちでいるのが心配で、それにあの子の最近の悩みなども聞きたいですから。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。引き取ってくれた親戚ともあまり親しくないらしく、あの子を診察するときは私が話し相手になっていたのです。医者の処方箋は人の体を治せるかもしれませんが、孤独や心の傷は一緒にいてあげることでしか癒せないのかもしれません。あの子は落ち込んだとき、構造室の隅っこに座って、そこから聞こえてくる音に耳を傾けると言っていました。あの子のご両親は構造士の職人でしたから、そこが心の落ち着く場所なのかもしれませんね。きっとあの子は今もそこにいるでしょう。近頃は物騒ですから、目の見えない子供を一人で歩き回らせるわけにはいきません。
たい小太鼓があんの。新山くん小太鼓だ。新キャラだからないんだよね。これは一体あの子に何かあったのですか。ければなりませんね。これから先何百年と生きていく中で、私たちのように目が見えない人間は誰かに迷惑をかけることもありますから、この程度のことで申し訳なく感じていたら、これからの長い道のりを進めなくなってしまうでしょ。これは慰めではなく現実なのです。暗闇の中を一人で歩いていると、突然障害にぶつかることも、他の人が描写する対象が理解できないこともある。全ての人や物を漆黒の炭火が覆っているようで、目に見えない火傷を負うことだって。長命種の場合、そのような生活が千年近くも続くのですから、あの子は人の助けに頼らずに自分自身の力で耐え抜くことを学ばなければなりません。期待を抱くことは悪いことではありません。しかし誰かがそばで見守り続けることはできないでしょう。その前にあの子は私と同じように暗闇に耐え抜くことを学ばなければなりません。私、タッスー様、私自分の力で生きていけるように頑張る。頼れるのは自分しかないから。はい、その言葉を忘れないでくださいね。ずっとずっと。ここは危険すぎます。さあ、長楽天に戻りましょう。改めまして、助けてくださってありがとうございました。私たちのような転結者は若い時に辛い目に遭うことは避けられません。苦難を乗り越えて短視聴という地位についた今でも、どうしようもなく悩むことがたくさんあります。だからこそ、さっきあの子にあのような言葉を。あなた様にとってはさぞ耳障りだったことでしょう。ですが、あの子がこれから直面するであろう嵐に比べれば、私の言葉などただの小雨に過ぎません。
超明士は生まれた時に体の特徴が決まります。容姿や心の在り方、そして身長まで。生まれた瞬間から血肉の遺伝子に永久的に組み込まれているのです。短命種の場合は気候や手術で改善できるような欠陥も、先週人には手の打ちようがありません。いかなる方法でいかなる気候を埋め込んだとしても、私たちの体は本来の姿に戻ってしまうのです。私も最初は信じられずに義眼を入れてみたことがあるのですが、適除した毛眼が再び生えてきて、死にも勝る苦痛を味わいました。光を取り戻した束の間の思い出は、それ以来かえって私を苦しめる記憶となりました。長命種にとって転結は永遠の苦行であり、避けたくても避けられないものなのです。皮肉だと思いませんか。多くの豊穣の民、いわゆる忌み者にもこのような苦しみは与えられないというのに。ああ、きっと転結は儒家の王が反逆者にかけた呪いなのでしょう。いえ、何でもありません。失礼いたしました。私の旅に付き合ってくださってありがとうございました。兆楽天に対する私の願いもこれで一段落ついたと言えるでしょう。ところで、あなた様に贈りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それではしばしのお別れです。これを軽くあとちょっとやって、火の章行かないと素材取れないから、まあしょうがない。光は敵はあんまりいらないけども、終わんない。ストーリーイベントができない。イベントができないです。進まないとね、イベントができない。イベント、あの、進まないと無理だろ。ホット進まないと何もできないの。レベル上げしか、レベル上げとか役場のうちして70だから。だとしても追い出したりはしません。儲からなくても読書人の心を傷つけるわけにはいかないと紫炎先生がおっしゃっていましたから。ただ他のお客様の邪魔にならない場所で読んでくださいね。
待っていた連絡が来たようですね。お気をつけてお帰りください。次にいらした時は本を買ってくださいね。プレステ4はプレステ5でしかないらしい。次はこうちょっとマウス使ってやってるけど滑らかじゃないの。動かすことはできるからね。アクションじゃないから。よく来てくださいました。近頃奔走なさっているあなた様のお役に立てばとあるものをご用意しました。新作府から提供されたものを分析していたらひらめきが降りてきまして、歴史文献を参考に健康長寿薬を調剤してみました。この三雲小露丹と名付けた薬をあなた様に差し上げます。体が軽くなるだけでなく健康増進や長寿の効果が期待できますので、七死人であるあなた様の旅のお役に立つと思います。では私は他の仕事がありますのでここでお別れしましょう。今度お会いするときはあなた様のお姿を見られることを祈っております。変な味がする。でも特に体に異変は感じないな。急に頭痛が。どういうことだ。おかしい。全身が熱くなってきた。苦しい。息ができない。ふう、少しは楽になったけどまだ気分が悪いな。どうにも違和感がある。新作府に行って聖族に相談してみよう。文書を差し上げましょうか。また頭が痛くなってきた。タンスーがくれた三雲小露丹本当に大丈夫なのか。どういうことだ。ここは新作府じゃないのか。どうして新作府にこんなに魔音の実が。ダメだ、あいつらを近づけるわけには。愉快な反撃の時間です。すべてを守るべき者のために打ち崩せ。おや、我に力を。引導を渡す。
まだ立ち上がりますか。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。すべて守るべきもののために打ち崩せ。さあ存分に味わえ。我に力を。またか。飲め。まだ立ち上がりますか。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。引導を渡す。自信がある。まだだ。涙あて来る気がする。なんだろう、氷の弱点なのか。おや、我に力を。守るべきもののために打ち崩せ。すべてが君。さあ存分に味わえ。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。ねえどうしたの。あなたたち彼を傷つけないよう気をつけて。ねえってばしっかりして。大丈夫？よかった、目が覚めたんだね。一時はどうなることかと思って冷や汗かいちゃった。あなた新作府に入った途端に武器を振り回し始めたの。あなたが暴走した時の姿は魔音の身に落ちた同胞とまるで同じだった。きっと何か理由があるんだと思うけど、新作府に来る前に一体何があったの？あなたの話を聞く限り、彼女が渡した贈り物とやらはあの薬王秘伝の怪しい丹方と同じものみたいね。でも少し不思議なのは、あなたを見た医者が言うにはあなたの体には何の異変もないらしいの。あなたをからかっただけなのか、あるいは彼女の薬があなたには効かなかったのか、いずれにしても後で再検査した方がいいかもしれない。薬王秘伝の戦薬に秘められた効果なんて誰にもわからないからね。私は今からタンスを指名手配する。もし彼女の行方がわかったらすぐに連絡して。そうだ、この隊長を連れて行って。あなたの友達を見つけるのに役立つと思う。スーがいない。どこに行けば会えるんだ。そうだ、タンスーがくれた薬の箱に彼女の匂いが残ってるはずだから、聖族が貸してくれた隊長に手伝ってもらおう。ノミとギャラガーの素材取れる場所行きたいわ。あ、ストーリー進めながら。さあ隊長ちゃん、タンスーのところに案内してくれ。場面に下にあるかも。やばい、何やってんだ。
敵とまだ立ち上がりますか。引導を渡す。我に力を。全てが自信があるんだ。引導を渡す。我に力を。全てが引導を渡す。守るべき者のために打ち崩せ。あ、はいはい。うん。あの宇宙船の時にカットできるんですよ。なんかあるじゃないですか、いつもなんかあの宇宙船やんなきゃいけなかったりして。うん。雑魚敵だったらね、カットできるんですか。じゃないとなんか一からやんなきゃいけなかったじゃないですか。あの宇宙船、なんか何回もやんなきゃいけないやつ。同じことを何回もやるやつ。ああ。大神村人になってやめる人とか、あと、なんかね、俺もキラーやっててね、ちゃんとじゃないとやっぱ勝てないもんね。まあ、そこまで勝つためには、こういうふうにできるんですよ。こういうふうに、今やったみたいに雑魚的だったらカットできる。あ、普通のやつでもできるんだ。雑魚的はカットできるんだ、この技があれば。やってもいいかな、分からん。そんな本当起こしてるもんね。もうキャンしてるのになんか自分の自己満でなんか一人逃がすようなやつもいるし、何考えてんだろう。そんなに負けたかったら普通にやりゃいいのにね。誰が一人逃がすくらい負けたかったら普通にやって負けりゃいいのにね。あれはタンス、薬王秘伝の連中と一緒にいるってことは、やっぱりそういうことか。大使様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません。彼は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら言いましたよね、彼は私の友人だと。下がっていてください。はっ、大使様。あなた様が私を訪ねてくるとは思いませんでした。ええ、私は薬王秘伝の姉妹兄弟の長であり、慈悲なる薬王の子孫。私たちは千秋同盟を豊穣の道へと導くもの。私が差し上げた三雲小露丹は飲みましたか。何か変化は感じましたか。不死の仙方を求めて仙州にやってくる無数の薬乞いたちはいつも何も得られないまま帰っていくのですが、彼らの推測に間違いはありません。仙州には確かに長命種になるための秘密が隠されている。そして私が気に入ったあなた様にもその機会を与えたいと思ったのです。三雲小露丹を飲めば、薬王様が生身の人間にもたらした無限の自由を実感できるはずです。あなた様の小姉から察するに特に異常はなかったようですね。
呼吸が深く穏やかになった様子も、体の気の流れが変わった様子もありません。なぜでしょうか。あなた様の体質は一般の方とは違うのですか。性格？それはありえません。仮に本当だったとしても、短命種の体に性格を宿したりすれば危険が伴うでしょう。もしかするとあなた様は長命とは無縁なのかもしれませんね。あなた様にお願いがあります。ラフから、この争いから離れてください。ここで起こっていることはあなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか。自分たちは正義である帝宮の使命を代表して邪神である儒家の王を追い宇宙を渡航しているとか、それとも薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか。それは本当に正しいのでしょうか。あなた様は薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか。あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフから、この全てのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。戦うしかないね。なんて言われても。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば真の友人になれていたかもしれないのに。カイジ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであること心から願っています。さようなら、七死人様。新作府に行って世族に知らせよう。
ですよね。やっぱりデッドバイもそうだけど、キャントン簡単だもんね。キャントンしない方がいい。技術がものすごい。フリーペース速くないとできないし。記憶が残る場所、触れられるのはトゲのある花ばかりだ。ここはいろいろあるからね。会える人もいるし、いろんな人がいるから、ね、文章を差し上げましょうか。その考え方っていろいろあるからね。あること、話さなくても入れるようにしてほしい。どうだった、タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。とにかくあなたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば探数の捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵使に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと、もしまた探数に出会ったらすぐに近くの運気軍に知らせてね。そうだ、これを受け取って。いろいろしてくれた俺。ついにようやく長い時を経て戦える。もしかしたらさっきの盲目の女性のボスだね。やるしかない、まあ、戦ってみて対応できなかったらちょっと生物のレベルとか、まあ、やんないといけないんだ。適当なあれだけど